どうも、カジトロンでございます。今日はですね、今撮ってる日が、2019年の、4月30日なんですけども、もうすぐ、あと数時間で平成が終わるということでね、あれですね、見てくださる、いつも見てくださる、視聴者様への、感謝の気持ちを込めて、カジトロンさんからの、メッセージ動画を撮らせていただいております。はい、ですね、カジトロンさん平成生まれなんでね、もう本当にもう生まれてからもう全てが平成が始まったと言っても過言ではないというか、そうとしか言いようがないんですけども、あれですね、2006年のある朝、私は思い立って携帯のビデオカメラを回して、フィギュアを撮影したところから、私の人形劇活動が始まり、2008年にその人形劇を、ニコニコ動画にアップして、ネットで公開するっていう、新たな概念がカジトロンさんの中で、生まれ、その翌年の冬だったかなに、活動を休止してしまってたんですけども、2015年の春にね、YouTube の方で今度は活動再開ということで、今に至るまで、やらせていただいております。はい、あとはあれですね、去年の1月だったかなから、ちょっとカジトロンさんのチャンネルの方で、生配信をやってたんですけども、ちょっとね、ちょっと今年の、ちょっと YouTube のちょっと利用規約の変更によって、ちょっと生配信の方ができなくなって、ちょっと泣く泣く最終回を迎えてしまったっていう感じなんですけども、ここに並べてある玩具たちはね、みんなちょっと生配信で ずっとそのレビューしたいなと思ってたら、結局生配信強制終了となってしまったことで、生配信で日の目を見ることのなかった、かわいそうな玩具たちが、ずらりと並んでおります。はい、そうですね。で、令和の時代になっても、相変わらずカジトロンさんはね、こちらのチャンネルに、人形劇を投稿したりだとか、あとツイッターの方でね、買ったおもちゃの、なんでしょうね、レビューというか、レビューっていうほど大それたものではないんですけど、感想を書いたりとかね、そういう感じの活動を今後もやっていきたいと思っておりますのでね、本当にね、カジトロンさんがこうして活動ができるのは本当に、皆様の、温かいご声援が、あってこそだと思っておりますので、本当に、視聴者様には本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。本当に、ありがとうございました。そして、令和のカジトロンさんも、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、ちょっと話長くなっちゃいましたけどもね、以上で、カジトロンさんからの、メッセージ動画を、終了させていただきます。皆さんご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、良い平成をって言ったらいいのかなそれじゃあ皆さん、さよなら。